今日の何も出ねえはですね、スーツでエチュード対決をしていきたいと思います。イエーイ、行きましょう、行きましょう。ブザー1、スーツで決めてるメンバーを選んでいきたいと思います。はい、ルールを説明したいと思います。はい、これからですね、あの2つの箱にシチュエーション、それからセリフが入った書かれた、紙が入っているボックスが来るので、それを引いて、でセリフをかっこよく決めてください。かっこよく、かっこよくです。面白くでもなく、まあそれはもうあの自由ですよ。あのかっこいいのはそれぞれのニュアンスがあるから、センターが決まってくるから。さあ、決め台詞を言う前の即興劇のうまさも審査の対象になるので、ぜひ言ってみてください。まあ例えばですけども、シチュエーションのボックスをまず引きます、うん、で、シチュエーションのボックスは例えば片思いの女性に、うん、でそれからじゃあ次のセリフのボックスを引きます、うん、でセリフを引いたら、俺はお前だけのものだよ。ウェーイ、こういうね。ちなみにこれ審査員って誰ですか。これ審査員がですね、メンバーがそれぞれ丸か×やってない人が、そうやってない人が、はい、こう判断するのと、はい、あとはあのスタッフが判断するということで、あのみんながそれぞれ評価する、もう相対評価だと思いますから。なるほど、はい、なるほど。まあこういうのって演技ってことですもんね。そうだよ、役者から行った方がいいんじゃない。役者から行った方がいいんじゃない。だからブザーには役者って、ベテランが、ベテランがいるから正解って言うね。役者の人いいよこれ。確かに一番手コペさんです。お願いします。お願いします。お見せてもらいましょう。見せてくれ。じゃあ引きますよ。入れちゃおうよ。カエルの人形で彼女をびっくりさせてから。わー、よくある。好きって何度も言ってるのに、なんで信じてくれないの。愛してるって言わないとダメ。寒いやつや。寒いやつや、これ。やばい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 ね。入りてー。コーヒーのエチュードまで。3、2、1、アクション。ねえ、どうした？ちょっと目閉じてみて、目閉じてみて。はい。目開けてみて。わあ！いやいや、下手くそかお前。知ってたろ？いや、何これ？びっくりした、びっくりした。気持ち悪い。気持ち悪い。演技丸。演技丸。演技丸。最後まで演技丸。気持ち悪い。で、これ見て、これあげる。かわいいでしょ。かわいいね。どう？好きになった？なんか出てきた。なんか出てくるこれ。ダイヤモンド、ダイヤモンド。ダイヤモンド、ダイヤモンド。好きになる。カエルのこと好きになる。僕のこと好きになる。あ、じゃあ小平くんのこと好きになりました。好きって言っちゃったのにね、これ。好きって言っちゃったのこれ。どうしよう。いけ。僕の方が好きになる。僕の方が好きになる。本当？でもなんか最近ずっと信じてくれない。なんで？いやなんかちょっと信用できないかなみたいな。いやだって好きって言ってるのなんで信じてくれないの？愛してるって言わないとかね。これは良かったと思う。まるで。いやー、まあ、よかった。サルコの演技、まる。サルコの演技もいいし、最後の愛してるっていう、あのワードいいね。まず、シチュエーション。全力疾走の後で。いいね。いいよ。一、うん、回しか言わないから聞いて、一生俺のそばにいろよ。おー、いいな。さっくんのエチュードのセリフまで、はい、3、2、1、アーション。次は渋谷駅、一回しか言わないからちゃんと聞いて。ずっと俺のそばにいろよ。終了。かっこいいけどね。一生なんだよね。一生なんだよ。一生と書いて。ああ、一生って書いて。なるほどね。結構いいね。え？年上の上司に緊張しながら。あ、いいね。上司ってこれはあの、あ、とりあえずちょっとセリフを。目上の人だよ。はい。え、
女性の方ですね。そりゃそうだな。男性じゃなくて男性じゃない。お前次第よ、お前次第よ。上司ってなんかちょっと怖いイメージがするからさ、そっちの世界観でやりたいならまあ、はい、一人ぼっちは寂しいもんな。これから俺が感じしろってやばい。そういうことじゃねえ。はーちゃんのエチュードまで3、2、1。あるコンコン。はい、声お願いします。めっちゃ好きだな。あの女子、あの上司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 上司、あの私の名前も覚えてない。柴子さん、ちょっとあの申し上げにくいんですけど、一人ぼっちは寂しいもんな。これから俺がいるから安心しろよ。男女だとしたら、まあ、若干のセクハラやから。ボンボンてかさ、あのさ、上司のこと上司って言わなくない？言わないの。ハウちゃんと伝えていきます。皆さん、開けてください、どうぞ。あ、そんな受けなかったよね。受け取るよ。なんかね、わけわかんなすぎて思う。1、2、3、4、5。ちょっと待って、スタッフ誰も受けてない。どうしよう。電話に出てくれない彼女にイライラしながら、あ、いいね、いいね、いいですね。イライラできるか、イライラできるかな。セリフがこちらですね。お前の人生面白くするのは俺しかいない。いいじゃん。ちょっと待って、ちょっと3、2、1、アクション。出てないんだよ。いつも出ないのは千葉の方だ。おかしい。出ない。LINE 出ないから普通に電話しよう。あ、直電。あ、直電。直電も出るか。で、もしもし。あ、出た。いやいやいや、遅くない？いや今10秒ぐらい待ったからね。やだな。マジで。いやあのさ、本当一瞬。いや、もういいや。今イライラしてんだけどさ、ぶっちゃけお前の人生面白くすんの俺しかいないから。じゃあな。どういうこと？彼女の目の前に蛇が現れて退治しながら。どういうこと？いった。雑。じゃあそれではセリフ。お前のことすげえ好きなんだけど。ヘビ倒して、ヘビ倒して何？かっこいいじゃん。しかも倒してじゃない、退治しながらだから。退治しながらだから。もう怖いよね。進行形で。3、2、1。いやー今日ね、楽しみだね。ねえ、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 見て。うっ、ヘビ、お前、お前、お前、ちょっと離れて。怖い、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 怖い。お前のこと。すげえ好きなんだけど。後ろ行ったね。行ったね。ヘビ後ろこっちやで。ちょっと待って、後編噛まれちゃってる。後編噛まれちゃってる。待って待って、あなたは救急車を。あなた、えい、待って待って待って、後編が一番おもろいよ。ヘビ後ろこっちやで。後編噛まれちゃってる。後編噛まれちゃってる。後編噛まれちゃってる。体調が悪いのを我慢しながら。あー、似合う、似合う、似合う。似合うって、似合うって何？体弱いから。いや、ああ、いいから、そういうのいいから。始まってない。まだ始まってないから。今の今の今の食らって体調悪くなった。ああ、なるほど。ああ、毒状態。今毒状態。今毒食らってる。俺ってすげえ可愛くね。意味わかんないんだけど。意味わかんねえ。状況が悪いの。弱ってる俺。ウィーじゃん。シャルフィーのエチュードまで。3、2、1、アクション。めっちゃ面白いねこの芸人さん。そういう感じのスタート。ちょっと待って。俺らもえってお前が世界観を作られるとそういうシチュエーションではないんじゃないよ。3、2、1、アクション。はい、でーさっきヘビか。
噛まれちゃって。あ、変に噛まれたの。え、大丈夫それ。そんな俺ってすげえ可愛くない？噛まれちゃってて好きでしょ。え、大丈夫？続けないで、もう終わったの。もう終わったから続けないで、やめて。もっと掘り出せ。それではチャルミーの一位の良かった人は札を挙げてください。どうぞ。いやこんだけ笑っといてお前らさ。こっちがシチュエーションですよね。いやあ引きたくないやつだわ。高級ワインを買ってきて一言。ああやりにくいな。俺だけ見てればいいよ。ああ、ゆうやくんのエチュードまで3、2、1アクション。おいっす。おいっす。今日ワイン買ってきたんけど。今帰ってきたとこ。あ、そうかそう、俺も今帰ってきたとこ。見りゃわかるか。大丈夫。これね、結構ワイン、これ八百屋さんで売ってて、安いよ安いよ、これ安いよ安いよ。野菜が並んでる中に赤ワイン一つ買いだろ。買いだから買ってきてん。そうなの？これめっちゃ美味しい。いや、そちらは誰だよ。そちらは一回やったよ。私、飲めるかな、赤ワイン。飲めるだろ。何が？誰？誰？知らないやつ。怖いねん、怖いねんって。いいから、俺が守るから。ボロボロに この手を離さずに。一緒に戻そう、時をやばやばしましょうや。じゃあというわけで、はい、投票したいと思います。ラストですからね。じゃあ皆さん、ゆうやくんが良かったと思う人札あげてください、どうぞ。え、ありがとうございます。満点、満点よ。というわけで、ゆうやくんは満票になります。すごいよ、マジで。でも確かにすごい。いや、結果発表。はいはい。というわけで、ここでエチュード大会の結果を発表いたしたいと思います。はい。第135位。いや、そんなんやろ。いや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 。1位はこいつだ。ちょっとだけの公平&ゆうやというわけで、ブザーのエチュードバトルでした。また来週会いましょう。バイバイ。はい、行こう。さっきのお題のせい、花を買ったため遅刻してきて、俺が守るから何も心配しない。じゃあそれでは、ちばちゃんまで3、2、1。ごめん、遅れちゃって。俺が守るから何も心配しないで。草なんだか。花よ。